砲号突撃砲は第二次世界大戦中にドイツで開発された突撃砲である。正式番号は SDKFZ167。本社についての最初の記録は1943年2月に設計されたクルップ社の設計番号 W1468 である。これは方号戦車の車体にス号突撃砲買い方の上部構造を合わせ、 傾斜した全面装甲をつける設計だったが、戦闘重量が28.26トンとなり、方合戦車の車台では無理と判断され、この計画は放棄された。1943年8月19から20日の会議で前月のクルスクの戦いの報告を読んだヒトラー総統は、突撃砲は敵戦車に包囲されない限り、当時の主力戦車であった方合戦車よりも優れた。 戦闘力を持つと確信した。彼は、方合戦車駆逐車の開発を命じ、同年10月20日にフォーマーク車の試作車が完成した。これは、方合戦車の車体に戦闘室を設け、この内部に、パンター戦車の 7.5cmL-70 砲を搭載するものであった。しかし、長方針の 7.5cmL-70 砲は、パンターの手法として利用されていたため、 試作者は、砲合戦車と同じ方身長の 7.5cmL48 砲を搭載していた。ヒトラーは、砲合戦車の生産を戦車駆逐車に切り替えることを計画、名前も砲合駆逐戦車に変更した。1943年11月、スリー号突撃砲を生産していたアルケット車の工場が爆撃され、生産がほぼ中断された。 10月のアルケット車の生産量は255両、12月には24両に低下、計画中の法合駆逐戦車の大量生産にはまだ数ヶ月を要し、すぐに3号突撃砲の代わりが必要であった。代案として、再び法合戦車の車体を利用した突撃砲の生産が企画された。1943年12月6から7日の、 会議でヒトラーはこれに賛成した。最初の設計で目指された全面傾斜走行は諦めることにして、方向戦車の車体に3号突撃砲 G 型の上部構造を取り付けた方向突撃砲が開発された。ただし方向戦車の車体の長さは3号戦車シャーシのそれよりも長いため、操縦手席は前方に突出し、専用の情ハッチと、 ペリスコープが設置された。本社は、スリー突撃砲より大きく見えるが、重さは2万3000キログラムでスリー突撃砲の2万3900キログラムより1トン、近く軽かった。砲号戦車の車台もスリー突撃砲の、上部構造も、規制部品の流用であり、砲号駆逐戦車のように生産ラインのジグを変更し、生産を遅らせることもなかった。 そして当時、突撃砲の生産に関わらず、砲合戦車を生産していたクルップ社が、これを生産することとなった。12月16日から17日には早くも、砲合突撃砲の生産型が完成し、ヒトラーの越見を受けた。そして2ヶ月の間、低下した突撃砲の生産数を回復するため、砲合突撃砲の生産に集中することが、決定された。 本社は1943年末から30両が、ダイムラーベンツ社のマリー・エンフェルデ工場で、続いてクルップ・クルゾンベルク社により1945年4月までに111両が生産された。4号突撃砲の登場により、それまで単に突撃砲と呼ばれていたものは、3号突撃砲と呼ばれるようになった。本社の上院は4名で、 スリーゴー突撃砲や砲合戦車の車体の改良に合わせて細部の異なるバリエーションがある。同時期の砲合駆逐戦車に比べ本車は火力は同等ながら防御力では劣っていた。しかし手砲の搭載位置と全面走行の面積の関係でノーズヘビー傾向の強かった砲合駆逐戦車より重量バランスが良く機動性と操縦性では勝っていた。 スリーゴー突撃砲の生産数にははるかに及ばなかったが、ドイツにとって戦闘車両が最も必要だった1944年からスリーゴー突撃砲と共に終戦まで戦った。砲号突撃砲の部隊配備は1944年初め頃から始まったとされ、主にスリーゴー突撃砲の補充用として、既存の突撃砲大隊及び武装 SS の突撃砲中隊。 不評師団、両兵師団、山岳師団内の戦車両兵中隊、国民的団兵師団内の突撃砲台隊及び戦車両兵中隊に配備された。一部は、砲合戦車の代隊として戦車代隊に配備されることもあった。ありがとうございます。